どうも、龍神チャンネルの宮ちゃんです。さあ、今回は ES リーグの3戦目ヨータファルコンズさんとの一戦をお届けしていきます。ヨータファルコンズさん、釧路の方たちのチームで活動拠点は札幌ということで、今回 ES リーグ初参戦とのことです。さあ、その初回です。先頭バッター勇気のこの当たりはレフトフライ。さあ、そして2番バッターフータ、フータが7球粘ってフォアボールで出塁します。さあ、そしてこの場面でワイルドピッチでフータが2塁に進みます。そしてタジさんのこの当たり、この当たりはショートフライに倒れ2アウト2塁。さあ、そして4番ジュンさんのこの当たり、これでフータが一気に三塁を回ってホームに行く。そしてヘッドスライディング、これがセーフ。ジュンさんも二塁に行く。フータナイスランです。ジュンさんもナイスバッティング。さあ、幸先よく1点を先制します。続く佐藤さん、いい当たりでしたが、この当たりはショートゴロに打ち取られ3アウト。さあ、初回1点先制で終えます。さあ、そしてヨータファルコンズさんの攻撃、事前に情報がほぼほぼないのでどんなチームかというところで警戒もしつつ様子も見ていきたい。さあ、先頭バッター河野、この送球が悪送球になりランナー一塁の出塁を許します。さあ、続くバッター、これも球足がとにかく速い、もうほぼ学生みたいな感じなんですかね。とにかくこう若くて生き生きしてる選手多かったです。さあ、そしてこのバッターはバント。さあ、これで2、3塁のチャンスを作られてしまいます。さあ、ここしっかり守っていきたいというところ。しかし、このバッターのこの当たりもとにかく球足が速い。さあ、1回の裏、打たれてしまっての同点に追いつかれてしまいます。さあ、この辺でちょっと警戒度も上がってきました。さあ、ここで慎太郎の牽制、これがアウト。いや、しかし本当慎太郎牽制うまいですね。さあ、これで2アウト。そしてこの辺りは球足が速いもののセカンドゴロに打ち取り、初回1対1の同点で終えます。さあ、2回の攻防、先頭バッターは敦。敦、この当たり、これが左中間真っ二つの当たりです。敦は一気に二塁まで行く。ナイスバッティング。さあ、打撃も上り調子の敦。そして続く攻、河野この当たり、キャッチャー、これナイスキャッチですね。さあ、キャッチャーここ非常に良かった。さあ、そんな中でニアちゃんがバント、ここでカバーが遅れ、ニアちゃんは内野安打になる。さあ、1、3塁のチャンスを作り点を取っていきたい。さあ、これすかさずニアちゃんが盗塁。さあ、ランナー2、3塁。さあ、これ何でもできる場面でバッター慎太郎。しかし慎太郎、この当たりもよくショートも取って、ここホームに送球した。淳がタッチアウトでランナー入れ替わり1、3塁になります。そして先頭バッター勇気に戻る、この当たりも見えないですがキャッチャー、ここもナイスキャッチ。いやー、やっぱ若いって素晴らしい。さあ、その若さあふれるプレーの後に初球でした。この当たりが、もう打った瞬間という当たり、ライトスタンドへ運ばれて勝ち越しのソロホームランを浴びてしまいます。これにはさすがにナイスバッティングとしか言いようがなかったです。インコースしっかり振り抜きました。さあ、これで1対2と勝ち越しを許してしまいます。さあ、この後しっかり守っていきたい。
さあここはショートゴロ、宮ちゃんがさばいてアウト。そして続くこの当たりはライトへフラフラっと上がった当たりで、これでツーアウト。そして最後はここ三振、取られた後でしたがしっかりと守ってくれました。さあ3回の攻防、先頭バッターはフータ。フータがここでまたもいい粘り見せてくれます。さあ3ボールとなり、ここはまずストライク、そしてここもファールで2-3 2-3。からここでボテボテとなってしまいますが、これがちょっとショート深かった、これで内野安打。さあ37歳いい働きしてくれます。さあそして続く田地さんのところで、ここで牽制を入れた際に一気に二塁まで行く。さあ37歳が引き続きいいプレーを見せてくれます。さあそして続く田地さん、さあこれがパスボールになる。そしてこの間にフュータが3塁へ、さあ引き続き37歳が走ってチャンスを作ります。そしてここでもこのパスボールの間にフュータが激走、今日2回目のヘッスラで同点にする。いやーしかしいいランナーだ。さあそして4番ジュンさん、さあジュンさんはここでフォアボールを選び、ランナー1・2塁のチャンス。さあ続く佐藤さんのこの場面で、田地さんが逆回りの牽制に挟まれてしまいアウト。さあこれ痛いかどうか。さあ続く佐藤さんがここでフォアボールを選び、再び1・2塁のチャンス。そしてアクシのこの場面で、ちょっとあれでしたか、ワイルドピッチでランナー2・3塁。そしてアクシしっかり転がすが、ここもホームタッチアウト。守備しっかり鍛えられてます。さあランナー入れ替わり1・3塁から、コーのこの場面でまたもうこれもワイルドピッチ、佐藤さんがホーム生還で3-2と勝ち越しに成功します。さあ取られた後はしっかり守っていきたい。しかしここでまたも先頭バッターショートへの強い当たり、いやーこれ本当守備位置を本当に深くしないとなかなか厳しそうな相手でした。さあそしてここでこれはパスボールかな。さあ慎太郎と淳のバッテリーもかなり慎重になって球を選んでいく。そしてここは三振、しっかりとランナーを目で牽制してアウト。さあ続くバッターこの辺りはサードコーンのところに飛びフライでツーアウト。さあそして最後のバッター、ここはセカンドフライ、しっかりと田地さんが声かけてスリーアウト。さあ3-2と勝ち越しに成功して3回を終えます。さあそして4回の攻防、ピッチャー変わっております。1番バッター勇気のこの辺りはセンターフライ。さあそして三度フーター、今日大活躍。さあここもしっかりとフォアボールを選びます。さあ今日3出塁。さあそして3番タジさんは自分も生きようかというこのバントでしっかりとランナーを送ってくれます。ツーアウトながらランナー2塁。そして4番ジュンさん、ジュンさんこの辺りはレフトほぼほぼ定位置か、これで3アウト。さあそしてヨータファルコンズさんの4回の裏の攻撃、先頭バッターを三振に取り、まずはワンアウト。そして先ほどホームランを打たれているこのバッターに対しては詰まらせてサードフライ。さあこれでツーアウト。
そして3人目のこのバッターはレフトタジさん入ってました。このタジさんのところにポトリと落ちるポテンヒット。さあ簡単には終わらせてくれない。ここでランナー走ってくる。さあ両方とファルコンさん足も使えてバッティングもいい守備もいい。しかしここは見逃し三振。さあ3対2リードのまま5回に入っていきます。さあ5回は途中出場のハルさんから。ハルさんこれはセカンドへの当たりでワンアウト。そしてアツシ、アツシはここしっかりと詰まらされてピッチャーこれもよく処理した。これでツーアウト。さあしかしここからチャンスを作っていきます。バッターコウ、コウしっかりと叩いてこれもショートへ若干深かったか。これが内野安打になる。さあツーアウトながらランナー一塁。そしてバッター宮ちゃんの場面、ここでまたもワイルドピッチでツーアウトながらランナー二塁のチャンスを作ります。さあそしてここで37歳宮ちゃん見せてくれます。ダーン、この当たりが宇宙間に守っていた外野の左中間を真っ二つに破るタイムリースリーベースヒット。いやーしかしまっすぐ一本に絞っていましたが我ながらめちゃくちゃいい当たりでした。今年何かが違う。さあそして4対2とリードして最終回、先頭バッター守備交代で入っている清さんのところに飛びワンアウト。そして続くこのバッターのあたりもまたも清さんのところに飛びこれでツーアウト。さあそして最後のバッターはピッチャーゴロに打ち取りこれでスリーアウト。試合終了。いやーとにかく打ってくる走ってくる守れる、非常に嫌なチームでしたが4対2となんとか勝つことができました。さあなんかこれ外野の3人やりたかったらしいですね。これやり直しでもう1回やってこれ全然合わない。さあ ES リーグこれで今のところ全勝です。さあ次の試合も勝てるように頑張っていきたいと思います。それでは今回の動画は以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。